2020年最後の動画は謎の箱を開ける恐怖のお人形。そんなんでいいの？2020年12月31日木曜日、どうもショッカー戦闘員です。アナザービルドです。じゃないよ、ベストマッチ。いや、それにしても2020年12月31日まではいいけど、曜日はいらないんじゃない？曜日も言った方がいいかなみたいな。あ、そう。はい、で本日は大晦日です。と一体どんな動画なんでしょうか？本日はですね、2020年いろんなことがありました。しかし前を向いて歩いていかなければいけない2021年。そうだね、私後ろは振り返らないと思っていたんですが、大掃除をしているとなんだかいろいろ面白いものが出てきたので、そちらを皆さんに、ね、紹介したいと思います。あれですね、アンケートの結果発表と新たなアンケートお願いしていきたいと思います。では行ってみよう。まず最初にこちら、謎の箱がありました。何が謎かって、これも剥がれてるし、だからね、どこから来た荷物かもわかんないし、箱にも何も書いてないんですよね。で、大掃除の時に出てきたんですよ。動画の撮影部屋にあるので、確実に動画関連のものだと思うんです。仮面ライダー、スーパー戦隊関連だとは思うんですけれども、一体何が入っているのかということで、これを開けていきたいと思います。それからですね、数々のなんか不気味なものがね、出てきたんですよ。ほら、なんか怖いでしょ？別にね、ホラーっていうわけじゃないんだけど、このね、謎に、こういう風にリボンで結ばれた、タラコ。タラコのキューピー。しかも、ここの紐切れてる。これとか、一体こいつには何があったんだろうか。それと、この謎の手作りおもちゃ。謎でしょ？多分これ、こういう風にして、こうやって遊ぶやつなんですけど、これと、最後にこれ、あ、アフラックだ、懐かしいと思って押したらすごい音が鳴ったんですよ。なので今回はこのね、数々のものを見ていきたいと思います。一番最後にね、これ開けてみます。一体中身は何なんでしょうか。たとえ期待外れのものだったとしても、バッドボタンは押さないでください。ではまず最初、これはね、やっぱりね、手作りのおもちゃでね、こうやってピョンピョンピョンってするものだと思います。でももうぐちゃぐちゃ、跳ね返りもしない、ちょっと不気味な感じになってます。はい、これで終了。次、これね、もともと空気が入ってたんですよ。空気が入ってたんですけども、これ空気抜けてペシャンコなってて、でここにね、なんかね、ボールみたいのがあるんですよね。これ衝撃を与えると光るやつなんですけども、数年前ですね、これきっと。何も光りません。そしてこの不気味なブツブツと、なんかゴミ挟まってる。はい、これ、ね、面白いなと思ったんで皆さんね、見ていただきました、これ夜こんなのさ、目の前にドーンってやったら怖っ。でこちらキューピー、これね、謎。これね、しかもね、見てください、縫ってあるの、これ糸で、赤い糸で、だから簡単に取れない。これしかもね、キューピーって書いてある。キューピー株式会社って書いてある。確かこれね、限定版のね、タラコーの歌の CD にね、ついてきたキューピーだったはずなんですけど、変わり果てた姿になっているっていうね。はい、それだけです。そして最後、これこのアフラック、電池が多分なくなってきてるんですけど、すごいね、音が不気味だったんです。聞いてみましょう。いや、これホラーすぎるでしょ。おいらの見た目よりもホラーじゃない？もう一回押してみましょう。
これはちょっと大晦日向けじゃないんじゃない？これでももう一回押してみよう。いやまさかここまでねなるとは思いませんでした。最後にもう一度鳴らしてみましょう。めちゃめちゃ怖っていうか時間かかる一曲終わるのに、かわいい顔してとってもホラーなアフラックのお人形でした。ねえねえこれ大晦日にやる意味ある？いやだってこれ片付けてたら出てきたんですもん。これね皆さんにね片付けてたらこんなの出てきたよって、お金は大事だよって教えようかなと思って。ああこれ絶対再生回数伸びないし絶対バッと多いと思うよ。いいです、好きなことをやる。ほら好きなことで生きていくって YouTube でね。でも今そういう時代でもないよ。芸能人もバンバン来てるしさ、再生回数伸びないでしょあなたね。それでは謎の箱行ってみましょう。あそうだね、これで挽回しよう。ここにありますのは謎の箱、佐川急便で届きました。本当にね何も書いてない。プレ版だったらきっとここに何か書いてあるのでプレ版ではないと思うんですね。いやでもネットでね通販で頼んで開けないものってないはずなんですよね。だから謎でさっきのアフラックのお人形みたいにこれでねなんかね怖いなと思って、どうしよう、なんか生首とか入ってたんです。だから大晦日でねやる動画かって。まあでもねとりあえず開けてみますよ。いいですか、いきますよ。3、2、1、パカ。あはい、まだ見えません。3、2、1、パカ。はい、まだ見えません。じゃん、あお買い上げ誠にありがとうございますみたいな書いてる。開けてみますよ、せーの、じゃじゃん。えトイサンタ、これ伝票ね。ですね、これお買い上げ明細書2019年4月8日。どうして去年の大掃除でこれ発見できなかったんだろう。っていうかなんで開けなかったんだろう。謎すぎ。めちゃめちゃこれパックでしょ。ジオメカニクスセット、しかもこれ持ってます、ありますね、ジオのタイムマジン。しかもこれ前もねこの動画見てる方わかると思うんですけれども、色違いで自分で作ったゲイツバージョンもあります。あ、わかった、わかりました、わかりました。どうしてこれがあるか、ウォズバージョンを作ろうとしたんですよ。そうだそうだ、ウォズバージョンを作ろうとしたんだ、多分そのはず。それで買ってたんですね。これどうしよう、全く開けてないですよ。だって今この箱開けたんですからね。あテレビ欄だ、これいつのテレビだったな。2019年3月13日水曜日のテレビ欄。岡山だってすごい。そうじゃない、もっとお宝入ってると思ったんですけどね。
そう簡単にお宝は手に入りません。そしてしょっちゃん、きちんと来たものは開けるんですよ、これからはね。そうしますってな感じで、大掃除で出てきたものたちでした。それではここからアンケートタイム。まずはアンケート結果発表です。大掃除しましたかという前回のアンケート、短期間だったにもかかわらず79票回答していただいております。79名の方ありがとうございます。グッド3つ、3名の方ありがとうございます。ありがとうございます。では結果を見ていきましょう。こちら下 54%、 皆さん偉い、素晴らしいですね。偉い偉い。してない 19%、 しなきゃね。そして次がしない、わーお、いいね、決まってるね。で次がこれからする、大丈夫、あと1日あるから。最後する必要がない、いや普段から綺麗にしてるのかな。いやわからないですよ、汚いっていう風に思わなくてする必要がないって思ってる人もいるかも。あ、なるほど。という感じでですね、皆さん素晴らしいですね。もうしたっていう方が半分以上、私はまだしている最中でございます。アナビルはする必要がない、いつも綺麗だから、いや別に汚れてないかなって思う。あんたがそれかい。じゃあ次のアンケートいく、はい、行きましょうか。で次のアンケートはですね、福袋買った、福袋ね。っていうか2020年はどうでしたかっていう漢字一文字で表すとか、そういうのじゃなくていいの？例えば滅亡人大のうちどれですかとか。それいいですね、それいいね。じゃあ福袋買ったっていうやつやめます。2020年漢字一文字で表すとどれですか、滅亡人雷の中から選んでくださいってやつ、いい、それにする。はい、ということで2020年、皆さんにとってどんな年でしたか。滅亡人雷の中からお選びください。全部ね暗い漢字の文字だけどね。いやせっかくですもんね、滅亡人雷の中からね答えていただきたいと思います。これどうなるかな、楽しみですね。では皆様、最後になりましたが2020年1年間ご視聴いただきましてありがとうございます。途中から見ていただいた方もありがとうございます。久しぶりに見たって方もね、ありがとうございます。前はね子供向けのね人形劇だったのに、なんか変わってるって思ってつまんねえって思ったお子さんもね、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。すいません、途中で路線変更して大人の事情ってやつですよ。そうそう、2021年ね、もっとね再生回数登録者伸びるように頑張っていきたいと思います。新しいことしなきゃ、いつまでも同じことやってたらダメよ。そうですね、分かってる分かってる。2021年はねガンガンやっていきたいと思います。皆さん2021年も見てください。頑張れよ。ありがとうありがとう。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとう、変なもの見せちゃってごめんなさいね。すいません本当に。では2021年にお会いしましょう。良いお年を。良いお年を。2021年もセイバー応援していきますよ。えー